紹介からかかりました。自治会連合会の鈴木節也会長が使用により出席できませんので、私、自治会連合会副会長、今日実は大勢の方が自治会長お見えになっているんですが、私が代表としまして、鈴木代表のメッセージを代読いたします。佐藤新創設期大会の開催にあたりお祝い申し上げます。8年前平成20年に鹿沼市長に就任以来、佐藤市長は常に市民未然に立ち、健全財政に努めながら誠実で公平公正な立場で市政運営を行ってきたことは皆様の周知のことと存じます。5月に市長の改選が行われるにあたり、鹿沼市自治会連合会といたしまして、過日1月29日に前佐藤市長を、現佐藤市長を次期市長としてふさわしい人物であるとして、全会一致で強力に推薦申し上げたところであります。政治家はまずはその人なりです。その温厚で選ばない人ならば多くの市民の認めるところであり、これからも鹿沼市政を力強く牽引してほしいと考えております。2期8年間の実績は申すまでもございませんが、行政のスリム化を図り財政の健全化に努め、鹿沼産木材をふんだんに使った阿波の小学校などの公共施設整備を行い、過密がその病院の建て替えで市民の健康と生命を守り、新鹿沼地区の整備など商工の活性化を図ってまいりました。そして私が感じたことの一番のことは、市の職員の皆様の対応が良くなったということです。職員の皆さんが優しく笑顔で対応してくることが、笑顔あふれる優しい祭りの原点ではないでしょうか。今後も子育て支援、教育の充実に努めながら、高齢者の老後の安心を確保し、新産業団地造成による企業誘致を行い、若い人の働く場を作っていただく、そして真に市民自治による地域づくりのため、地域総合型予算の導入により私たち自治会連合会と手を携えて鹿沼市自治基本条例に基づきながら市民と行政の共同の町づくりを実現していきたいと考えております。自治会活動という市民自治の最前端で活動している私たちは、佐藤市長の人間性と先を見る確かな目と考え方に賛同し、共に鹿沼市の明るい未来を作ろうと考えております。佐藤市長、今現職ですので、現職の仕事を行いながら選挙戦というのも本当に大変だと思います。その分私たちが支えていこうではありませんか。本日の大会のご盛会、誠におめでとうございます。ありがとうございます。ご紹介ありがとうございました。自治会活動という地方自治の最先端で